足屋市立図書館は、日本の兵庫県芦屋市にある公立図書館。本館のほか、分室が2箇所設置されている。2015年度の図書館費は1億400万228円、図書購入費は2355万3512円だった。2015年度末時点の蔵書数は38万1760冊だった。 2016年4月1日時点の足屋市の人口は9万4903人。2015年度の貸出冊数は77万452冊であり、1人当たり貸出冊数は8.1冊だった。1954年に内出小槌町に移転した際の開館時間は9時から17時までであり、自動室は13時から16時30分までだった。 1963年に考え貸し出しを開始した際の貸し出し数は1冊、貸し出し期間は1週間であり、考え貸し出しは小学2年生以上が対象だった。1968年5月1日には貸し出し規則を一部改正し、貸し出し数を2冊に考え貸し出しの対象を小学生以上とした。 阪神地区公共図書館相互協力に関する覚書に調印して相互対策を開始した1976年10月からは貸出冊数を4冊、貸出期間を2週間に変更し、同時に芦ア屋ア市民センターに公民館図書室を開設した。1987年に伊勢町に転した際の開館時間は平日学時30分から18時。 休日が9時30分から17時であり、火曜、祝日、年末年始、特別整理日を休館日とした。貸出冊数は4冊であり、貸出期間は2週間である。1994年5月1日には、運営方法を一部変更し、週の定期休館日を火曜日から月曜日に、月の定期休館日を第1火曜日としたほか、貸出冊数を4冊から6冊に増やした。 内ち分室、大原分室の開館日を月曜、水曜、金曜、土曜から、水曜、木曜、金曜、土曜に変更し、それぞれの閉館時間を16時30分から17時に遅らせた。阪神、淡路大震災翌年の1996年4月1日には、貸出冊数制限を撤廃した。2001年頃からは、 足市の財政難により、図書費などが削減されており、2007年4月1日には、本館の開館時間を従来より短縮する変更を行った。なお、現在は、本館の開館時間は、平日学時30分から19時、土曜日、日曜日、祝日が学時30分から18時となっている。阪神地区公共図書館協議会足屋市、 その他自治体阪神七市一町広域利用システム、足市、その他自治体1966年、尼崎市立図書館、西宮市立図書館、伊丹市立図書館と合わせた4館で、阪神地区公共図書館協議会を設立して、議論を行っていたが、10年後の1976年2月6日には、阪神地区公共図書館相互協力に関する覚書に調印し、 図書館資料の相互貸借を開始した。1991年4月1日には阪神奈良市一町、広域利用システムの運用を開始し、阪神地区公共図書館協議会に加盟する、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、三田市、川辺郡稲川町の在住、在勤、在学者への広域貸し出しを開始した。 図書館の立地状況などに起因する課題もあったが、画期的な取り組みとして注目を集めた。このほか、神戸市隣接市、長工和会で締結された協定に基づき、神戸市立図書館では、芦屋市の居住者を利用権の発行対象に含めているが、芦屋市立図書館では、神戸市の居住者を利用権の発行対象としない、片側利用となっている。2020年より、 西宮市立図書館の利用券発行対象に神戸市居住者が追加されて相互利用となり今和会に参加する市長で神戸市を利用券発行対象から除外しているのは芦屋市と宝塚市の2市となった。兵庫県芦屋市は神戸市と西宮市という大規模自治体に挟まれた東西約2キロメートル南北約9キロメートルと 南北方向に細長い自治体である。アシ屋ア市立図書館の組織は1949年5月1日に創設された。前田城のアシ屋ア仏教会館の一角を曲がりし、5月6日には198平方メートルの床面積で閲覧を開始している。1950年にはアシ屋ア読書人クラブが結成されている。内出文室の正面図書館と名付けられたとはいえ、 実態としては小規模な図書室の形であったため、市民の間では専用棟を持つ図書館設置を求める声が高まった。1953年1月には内出小槌町の用地と建物を買収し、1954年2月11日にはこの建物に移転、2月17日にはこの建物での閲覧を開始した。8月20日には 鉄筋2階建ての書庫が完成。1950年には、スポーツ資料収集家の田尾 A1 から資料を寄贈されており、1955年4月17日には1148冊の田尾スポーツ文庫の閲覧を開始した。1962年6月1日には、開花室を新設して閲覧を開始し、1年後の1963年6月1日には、 考え貸し出しを開始。1964年には、芦屋市立小槌幼稚園を建設するために、図書館幼稚の一部を活用している。1965年6月14日には、専用車による移動図書館の運行を開始した。1967年11月16日には、芦屋市民会館、宿園集会所、内出集会所、緑が丘集会所の4カ所に、 委託の分室を設置した。毎年5月1日は図書館創立記念日として休館していたが、1970年3月27日には創立記念日も開館とし、さらに考え貸し出し対象の年齢制限を廃止した。1972年6月1日には貸し出し方式にブラウン方式を採用し、館内に冷房設備を設置。 1973年1月20日には407冊の松本幸夫バスケットボール文庫を設置した。同年3月1日には図書の予約制度を4月20日にはコピーサービスを開始し、1974年10月24日には入館証を廃止して館内利用証とした。1983年7月19日には 新図書館建設準備委員会を発足させ、1984年11月19日には、アシア市立図書館建設準備委員会報告書をまとめている。報告書をもとに1985年12月25日には、基本設計が策定され、1986年6月30日には、伊勢町で、着工、1987年3月30日に、 新図書館が竣工した。4月1日から7月7日までは移転作業のために休館している。歴代芦屋市立図書館の所在地伊勢町時代の建物新館移転総工費は10億3784万6800円である。1987年7月7日には伊勢町の新館で開館式を行い、7月8日から館内閲覧を開始した。 新刊移転とともに AV 資料の利用を開始した。1990年12月17日には内出分室を開け出させ、1991年6月5日には大原分室を開け出させた。1992年には公共建築協会が主催する公共建築賞優秀賞を受賞した。1994年12月15日には1回に、 周密書庫を設置している。阪神、淡路大震災阪神、淡路大震災1995年1月17日には、阪神、淡路大震災が発生。芦屋市内の家屋の49%が全壊、または半壊、一部損壊を含めると90%に及び、芦屋市の死亡者は380人に上った。 地区8年の図書館の基本構造は生き残ったが、壁のひび割れ、はめ込みガラスの破損、床の浮き上がり、丸柱のひび割れ、図書や、備品の落下などの被害があった。地震発生日の午後には、図書館避難所特別指定を受け、避難所としての機能に加えて、物資配給センターとしても使用された。最大時で116人の避難者を収容しており、2階部分は、 廊下まで避難者で溢れた。図書館職員は全員無事であり、地震発生から1週間後には全職員勤務体制をとっているが3月7日まで臨時休館となった。被災後には全国から図書の寄贈を受け、芦屋市内の6カ所の避難所に避難所文庫を、本館の避難所に24時間図書館文庫を開設している。 地震発生から50日後の3月8日、本館の図書館業務を10時から17時に短縮して再開した。阪神地区公共図書館協議会を構成する7市一町の中では最も遅い業務再開だった。5月9日には9時30分から18時という通常の開館時間に戻っている。4月26日にはステーション数を減らしつつ移動図書館を再開した。 図書館業務再開後も避難所としての機能は残っていたが、5月6日にはすべての入居者が退去したことで避難所としての活動を終えた。6月6日には大原分室が再開し、1996年3月27日には内出分室が再開している。震災後1996年4月3日には移動図書館車を4台目車両に更新した。 1999年9月1日には、インターネットによる、蔵書検索と図書のネット予約サービスを開始。2000年7月1日には、デジタル録音図書の貸し出しを開始した。2002年には、子供の読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受けた。2003年3月28日には、移動図書館社の運行を終了した。なお、 1996年2月19日には、芦ア屋ア市立図書館図書館ともの会が発足し、2004年10月1日には、芦ア屋ア図書館ボランティアの会が発足している。1987年7月8日に開館した、芦屋市立図書館は、かつての芦ア屋ア浜海岸沿いにあり、芦ア屋ア市、谷崎純一郎記念館、芦ア屋ア市立美術博物館と一続きの文化ゾーンに、ある。 建物の設計は、坂倉建築研究所大阪事務所であり、坂倉建築研究所は、足屋市立内井で教育文化センター、足屋市民センター、足屋市立美術博物館など、足屋市内で、いくつかの作品を手がけていた。足屋市立図書館は、スポーツ関連資料の豊富さで知られており、タオスポーツ文庫と、松本幸夫バスケットボール文庫という、特別コレクションがある。 タオスポーツ文庫スポーツ全般にわたる研究所、記録、報告書など、計1181冊がタオスポーツ文庫という特別コレクションとなっている。1950年にスポーツ資料収集家のタオエイチから寄贈を受け、1955年4月17日に閲覧を開始した。ホテル経営者のタオエイチは、同志社大学在学時にラグビーを経験しており、生涯を通じて、 スポーツ資料の収集や研究を行った。約1万5000点ものスポーツ資料を収集し、1945年3月13日の大阪大空襲の際には資料のみを第8社に乗せて避難させるほどだったという。戦後には資料の保管先を探していたが、元学生横綱でスポーツへの理解が深かったサルマル吉が市長を務めていたことで、 アシアへの寄贈を決定したとされる。1954年のアシア議会会記録によると4025冊を寄贈したとされ、これは当時のアシア立図書館の蔵書数とほぼ同じ数だった。1955年には1148冊の閲覧を開始しているが、約3000冊がどこに行ったのかは定かでない。多王の蔵書は、 アシア市立図書館の他に、秩父の宮記念スポーツ博物館、図書館、野球伝道博物館にも保管されているほか、関西大学にも寄贈されたという、松本幸雄バスケットボール文庫バスケットボールに関する研究所、指導書、試合の新聞スクラップ帳など、計639冊が、松本幸雄バスケットボール文庫という特別コレクションとなっている。 バスケットボール研究者の松本幸男から寄贈を受け、1973年1月20日に設置された。足屋市は松本の出身地ではないが、当地に倒すスポーツ文庫があったことで、松本の遺族が寄贈先に足屋市立図書館を選んだという。バスケットボールに関する図書を中心として、体育やスポーツに関する図書、新聞記事のスクラップなども寄贈された。 この中には、松本幸男自身による日本バスケットボール誌も含まれる。松本の関係者やバスケットボール関係者によって、さらに多くの文献が寄贈され、現在の蔵書数は600冊以上となっている。阪急バスを利用する場合は、芦屋駅、芦屋駅、芦屋川駅とも26系統に乗車し、緑町バス停で下車し、徒歩5分。もしくは、阪急芦屋川駅か。 阪神は芦屋駅から三十一点三二三十六系統に乗車し、中央公園前バス停で下車。芦屋市立図書館と分室の所在地、芦屋市立図書館本館には、内出分室と大原分室が設けられている。九百五十四年から九百八十七年まで、芦屋市立図書館として使用されていた建物を用いて、九百九十年十二月十七日には、 内出で分室が開け出した。1991年6月5日には、阪急芦屋川駅の東にある大原集会所内に大原分室が開け出した。1987年まで本館として使用されていた内出で分室の建物は、明治中期から明治後期の建築物であるとされる。2009年1月8日には、旧松山家住宅省等館の名称で、 日本国の登録有形文化財に登録された。村上春樹の小説、風の歌を聴けに登場する、古い図書館のモデルになった建物は、芦屋市立図書館であるとされ、小川洋子の谷崎潤一郎賞受小作、ミーナの更新では、内出で文室を登場させ、鶴草が壁面を吐い、古めかしい両開きの扉には、中国風の飾りがはめ込まれていたと描写している。 ありがとうございます。